以前ライブでひろゆきさんが帰塁義務、進塁義務、併設はマニアックだから覚えなくても OK、 球審、塁審がルールを指摘してくれるから知れば OK というのを聞き、ひろゆきさんは少年野球レベルの知識で野球を語れるのではないかと感じました。ひろゆきさんが最後に野球をプレイしたのは何歳の頃でしたか？その時の執筆者は何でしたんでしたか？遊撃とか。小学6年生までやっていてライトでしたね。なので僕が野球を話している時は少年野球レベルの知識で話をしています。そんなに興味ないもん。いや、僕は野球別にそんなに好きではないんですよ。ダルビッシュさんの考え方とか好きで、大谷翔平さんとかの例を出すんですけど、大谷翔平さんの試合を見たこと僕一度もありません。要は、そういうすごい成果を出してる人がいて、こういうのすごいよねという例として言ってるわけで、大谷翔平さんの試合を一度も見たことがないぐらい、野球にあまり興味がありません。ぶっちゃけて言うと、ダルビッシュさんがちゃんと最後まで試合やってるの見たことないかな？あ、だから、本田圭佑さんも僕ちゃんと試合見たことないんですよ。あれ、仲はいいんですけど、なんだ、僕基本スポーツ全般結構どうでもいいと思ってる人なんですよ。で、オリンピックもほぼ見てないんですよ。なので、基本的に僕が語るスポーツは、生半可だと思ってください。